はいどうも、ギタープラネットハイエンドフラの松本です。本日入荷がございました。当社は今月末決算なんですけれども、入荷してる場合じゃないんですよ。本当にフロアの移転も控えてますし、なんですけれども入ってきちゃったものは仕方がございません。開けていきたいと思います。はい、それでは行きますよ。オープン。うわー、タイラージャパン久々の入荷でございます。おお、アッシュのトランスブルーでございますね。ジェームスタイラージャパンスタジオエリート HD、トランスペアレントブルーでございますでしょうか。はい、結構こうなんでしょう、全体としてかなりアッシュでシンプルに仕上げてるんですけれども、アッシュの木目がですね、あのトランスブルーで透けて見てておりまして、なんでしょうね、あの某トム・アンダーソンのボラボラブルー感というか、シンプルでかっこいい一本になっております。スペックを見ていきましょう。ほい、ジェームスタイラーギタージャパンスタジオエリート HD、ボディと3パーシになっておりまして、ネック指板ともにクォーターソンメープルになっております。おお、ネックシェイプの項目がついにスペックシートにも来ましたね。こちらエクストラシン59、細いタイプのネックシェイプになっておりますね。ピックアップの方はフロントからスティングレイ500、ミドルもスティングレイ500で、リアがスーパーになっております。まあ、スーパーはね、王道 の比較的ハイパーなピックアップですけれども、フロントミドルのスティングレイ500なんですが、これは普段使われる JTS5500 と比べると少しだけまあ出力が強いピックアップになっております。こちらパワーは強いんですけれども、まあ、ピッキングのニュアンスなんかには非常に追従性の良い、そんなキャラクターのピックアップになっております。コントローラー、マスターボリューム、マスターとミッドブースとバイパスボタン、 A5A セレクターがついております。通常の HD と同様でございますね。ブリッジ G2TS タイラーサドルの2点指示のトレモユニットにヒップショットロッキングチューナーがついております。いやー、いかがでしょうか。タイラーの中ではかなりシンプルにまとめられているとは思うんですが、やはりですね、木目が透けたトランスペアレントカラーはなんていうんでしょうね、独特のかっこよさがございますね。はい、しっかり今回メーカーさん木目を強調するような形で、これ黒いトノコを入れていただいたんだと思うんですけど、非常にかっこよくバシッと木目が出た一本になっております。いや、かっこいいっすね。こんなシンプルなスペックですけれども、魅力はもう一つございます。アップチャージがほぼかかってないので非常にお求めやすい価格になっております。ぜひですね、これを機会にちょっと気になってたなというお客様は、手に取ってみていただけると幸いです。本日から店頭展示は開始いたします。気になる方はぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。